はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。今回は10回、召喚としまして、メイドは見た金髪館怪人事件期間限定ピックアップ召喚第1弾ですね、行いたいと思います。第2弾はすでにやりまして、星5コルクをゲットしております。第1弾も残りの時間でやりたいと思います。ちなみに他は、まあこれをやるのが一番ですね。さあどうだ、開きますよ。さあどんどん行きましょう。お、星4以上来た。でも星4だな、これは。ニューゲーム、葉月しずく。ダメ。タイミングでなんか星3以上か分かりますよね。なので。あ、星さんじゃないか。まだあります。星4以上だ。ほい。お、来た。星5だ。働く皆さん、素敵です。何が来る？お、なんだこれ。はじめか。ニューゲーム、ニューゲーム、竹本ひふみが来ましたね。やりました。かわいい。ディレクターの葉月しずくだよ。よろしく。どうしてここにいるのかって？何？でもニューゲームかな。鈴風君たちの上司として、そうですね。現場を見ておこうと思ってね。というわけで早速、かわいい子はどこかな？滝本ひふみ、僧侶です。けど。コスプレするときみたいになりきれれば。金谷ひみかだよな。私、あ、ごめん、飛ばしてしまった。次回も頑張ります。非常にいい仕事したと思います。今回は星5だけじゃなくて星4も一つありますしね。これは評価できるんじゃないかな。玉手進化覚醒。じゃあ早速、見に行きましょう。でも考えてみや、このカンナもあんまり育てきれてないよな。緑か、緑だったら。同族、同族性。アズニャンと同族性ですね。限界突破もいろいろあるんで可能です。まだ条件は満たしてないですが、はい。ということで滝本ひふみデフォルメもあります。なんか背景がないから弱いな。武器はですね、なりきり萌え萌えメイド、メイドモードってことですよね。リキャストを減らす、リキャストを減らすということは、なんだろう、中回復、リカバリー付与とか、僧侶ですよね。アズニャンとセットだったら結構、アズニャンとか、ウジマッチャとセットだったら
面白いかもしれないですね。魔法攻撃、魔法防御、一旦ターン、ダイアップ。これが実は地味にいいかもしれない。魔法色強いですよね。山口愛か。ひふみは。ハリネズミですね、宗次郎。クイスラス、アスタロイドでもやって、山口愛、役やってますね。お昼の時間、宗次郎お待たせ。朝ごはんが美味しくて、つい、ゆっくりしちゃう。グッ、イーブニー。解放条件があると、ボイスがどんどん増えていくんですね。勝ったよ。無茶だった。限界。私もみんなのためにさ、頑張ろう。どうしようこう、これもあげる。負けないよ。防御に徹して、これならいけるね。これは結構いいですね。はい、というわけで非常にこのメイドの今回イベント、星5のキャラを2つ手に入れられたので、非常に個人的には大当たりイベントです。レイの服とかを着るのが好きなので、これから楽しみです。というわけで、聖火の実りの多い10回召喚、こちらの今夜はお月様が綺麗ですね。メイドは見た金髪館殺人事件、期間限定ピックアップ召喚第1弾でした。ひふみ、豊かも欲しいんですけどね。ひとまずはこのよう星5ひふみをゲットできたということで、お部屋報告してお開きしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。